ワキワキワキー、森の都のカプセルト兼カプセルトイ研究家のワッキー貝山です。私は宮城県は北部戸部市にあります、こちら味の高平さんの前です。フラットドライブしてたらですね、昭和レトロ風のガチャガチャを発見いたしましたんで、急遽やってまいりました。お店自体はね、今日はなんか休みみたいなんですが、日替わり弁当や小宴会折り詰め仕出しなんかやっているところなんですね。ここで結構ガチャガチャが置いてあるって珍しいとは思うんですが、はい、早速見ていただきましょうか。はい、こっちにあるんです。こっちじゃじゃんほら、お店は休みですけどもガチャ自体はあるというね。スババババババン、100円ガチャから見ていきましょう。フィジット IQ パズル5、そしてパステルカラー粘土、共同さんのおなじみの100円ガチャですね。そしてこちらはプチキュートブレスレットとファンタジーウォーターボール。ファンタジーウォーターボールはかなりいろんなものが入ってますね、これね、うん、ちょっと一回やってみましょうか。ファンタジーウォーターボール、よいしょ。今難しいですよ。お、あと見てみますかね。これがね、ちょっと珍しかったんで、これだけやってきますね、100円はね。共同ですね、ファンタジーウォーターボール、プニュっていうことで、ね、イエロー、クリア、パープル、グリーン、ピンク、レッド、ブルーと。中にはフルーツとかアニマル、ハート、スターと、いろいろ入ってるんですね。じゃん。私は、わー、ハートですね。ハート。ハートがいっぱい入ってんだけど、見えますほら。おぉ。ビヨン、ビヨン、ビヨン、ビヨン。ビヨン、ビヨン、おぉ。ラブとか見えましたね。ラブとか書いてある。すごい。共同さんはちょっとこのチップめちゃめちゃあるんだろうな、ね、夏に向けていいかもしれないですね。おぉ。見えます。奥にね、こういうガチャガチャの残骸があるあたりがワクワクしますね。そしてエールのこのフェアリーメモリーズもちょっと可愛らしいんでやってみましょう。うわ、3号機かな、バンダイの PWM201、 懐かしい機械ですよ。あ、出てきました。よいしょ、こちらでございます。おエールフェアリーメモリーズ、フェアリーメモリーズ、これかわいいねこれね。アメイジングプレシャスノスタルジックグレイトビタースイートにハッピー、妖精だね。来ました、来ました、センターですね。プレシャス、猫なのかな、かわいい、ソフビだね。プレシャス、あ、こういうのも大事に作ってるんだね、今ね、エールさん。いやいや、可愛らしい。これちょっと集めたいですね。面啓圧当たりましたよ。さあ、そして、久しぶりですね、このいろいろカード。いろんなカードが入ってますよ。ええ。まあ、売れ残りだと思いますけども、レアなものが当たったりしますからね。やりましょう。うわー、曲がったカードがいっぱい入ってますね。お、キラカードかな。そして問題はこれですよ、これ。まずね、カードを丸めちゃいけませんよねこの時点でアウトだと思います。さ、キラカードと思ったのは何だろう。これはもう、あれ剥がれかかってるね、これね。一番上のやつな、カプコンのストリートファイター、ストリートファイターゼロ、この間特集したばかりですけども、キラカードですよ。デジモンアドベンチャー、へえ。そしてすげえ、マーマレードボーイだって、へえ。
え、これは？これもデジモンだね。妖怪キッズ。よく知らないですね。で、これがワンピース。あら、面白いカードだな、これワンピース。あ、ドンキーコング。これもいいぜ、当たったね。あ、これもストリートファイターかな。お、これは？これ昆虫だね。昆虫。コクワガタ。これカード？あ、これもカードなのこれ。ちょっと薄いな。で、これのインドラ。新女神転生。たまごっちも当たりましたね。すげえカード。ラスト。ラストがデジモンと。ということで。2000年。もう今から20年前のカードがこうやって丸まって入ってるんだな。12枚。さあ、12枚で200円って高いんでしょうか？安いんでしょうかね。詳しい方コメントください。さて、いかがだったでしょうか？ぜひ皆さんもね、昭和レトロ風ガチャガチャありましたらコメント欄にてお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからリクエスト、ご当地オリジナルガチャガチャの情報などありましたら、こちらもコメント欄にてお待ちしています。それではまた次回。試しいいとこよ。